ちょっとキッチンまで来なさい。はい。義母は睨みつけながらそう言い、私をキッチンに呼んだ。今から仕事に行こうとしているのになんだ、と思いながらキッチンへ行くと、熱されて真っ赤になった包丁を私に向けてきた。熱い。すごいわ。変な音がしたわよ。義母は私の顔にその包丁を突きつけてきたのだ。パニックになり、頭が真っ白になったが、すぐに氷で冷やした。ちょっと、何考えてるんですか？調子に乗ってる嫁には、しつけが必要でしょ？謝罪する様子は一切なく、笑いながらそう言い放つ義母に、私の我慢も限界だった。こんな生活には、もう耐えられないわよ。日々のお前の行動が悪いんだから、いちいち怒るなよ。夫は義母の味方で、話にならない。もうこの家に安全な場所はないし、こんな生活を続けるのは無理だ。そう思い始めていたある日、義母が交通事故に遭い、脊髄を大きく損傷し、下半身麻痺になった義母は、車椅子生活に。お前一人で面倒を見ろよ。わかったわ。任せて。私は従順なふりをして、義母の介護を引き受けた。しかし、次の日には夫はその選択を後悔していた。今までのことは全て謝るから許してくれ。介護をしろと言うんだから、ちゃんとしてあげる。だけど、ただでやると思われたら困る。今までの鬱憤は全てこの介護で晴らさせてもらう。私は中小企業で働きながら、夫と生活する31歳。3年付き合っていた夫と去年結婚し、幸せな結婚生活を送っていた。しかし、そんな生活も一変、先月から義実家での生活が始まった。夫の両親は離婚しており、現在は義母が一人で生活しているため、それを支えたいと夫から頼まれた。体の節々にガタが来ているらしく、ついこの間もぎっくり腰をしてしまい、夫も心配していた。義母とは結婚式の時に会った程度で、そこまで仲がいいわけではない。あまり乗り気ではなかったけど、夫の頼みを断ることはできない。お互いに生活空間は分けること、そしてプライベートには干渉しないことを条件に、義実家での生活が始まった。その日は仕事で遅くなると、義母がかなり怒った様子だった。こんな夜遅くまで、どこで何をしていたの？もう夜の10時じゃない。今は繁忙期で、仕事がかなり忙しいんです。人手不足もあって、基本的には毎日残業で。仕事って言ったら済むと思ってるんでしょ。最近は家事もしないし、食事も作らない。なんで嫁の務めを果たさないの？私は働いているんだし、生活費も入れているんだから、文句は言わないでほしい。残業続きなんだから、帰りが遅くなるのは普通のこと。それに文句を言うんだったら、自分の貯金から生活費を出すか、家事をするか、対等な立場になってから文句を言ってほしい。義母は私と夫に養ってもらっている身なんだから、文句は言わないでほしい、と感じていた。冷蔵庫に昨日の残りがありますけど、食べてないんですか？私にあまりご飯を食べさせるつもり？人のことを舐めるのもいい加減にしなさいよ。でも、現実的に私が早く帰るのは無理なんで、我慢してもらわないと。なんで我慢するのが私なのよ。あんたが専業主婦になればいいだけでしょ。嫁のくせに仕事なんてしているから、私に迷惑がかかるんじゃない。人の文句は言うのに、自分は何もやらない。一人で生活していた時は、すべて自分でやっていたはずなのに。この義母には、毎日のようにストレスを受けていた。そこで私は、夫に相談することにした。私も仕事があるし、今度から家事は半分にしない。俺に家事を押し付けるのか？二人で住んでた時も、お前一人でやってたんだから、それでいいだろ。私だって仕事が忙しいし、人数も増えたんだから、家事の労力も違うし、あなたが思ってる以上に大変なの。夫は、
一切家事を手伝ってくれようとしないし、私の話を聞こうともしてくれない。これじゃ義母と全く変わらないじゃないか。それなのに私が一人で家事をするのはおかしい。それに義母のサポートをしたいと言い出したのは夫の方なんだから、もっと手伝ってくれないと困る。しかし夫は私の気持ちを理解しようとしないし、もはや諦めていた。そんなある日、いつも通り仕事の準備をしていると、義母がキッチンで作業をしていた。なんだろう、と思い近づくと、なんと昨日のうちに作っておいたカレーが捨てられていた。ちょっと、何してるんですか？え？まずいカレーを捨ててるだけだけど。なんで？疲れていたのに、頑張って作ったのに。時間の無駄だったわね。こんなドッグフードみたいな料理、食べれたもんじゃないわよ。ニヤニヤしながらそう説明する義母に、私は言葉が出てこなかった。これは市販のルーを使ったもの。誰が作っても味は同じなはず。第一、人が作ったものを勝手に捨てるなんておかしい話。だからって、捨てることないじゃないですか。なんでそんなことするんですか？だって、こんなまずい料理を食べたら具合が悪くなるでしょ？家事もちゃんとしないし、ご飯もまずいし、少しは痛い目を見てもらわないとわかんないだろうから。そんな、自分の言っていることは正しいと思っているのか、この人のことをまともな人間とは思えず、私は絶句してしまった。もはや、老害以外の何者でもない。だけど、このままエスカレートしていく嫁いびりを放っておくことはできない。私はその日の夜、夫にすべてを話した。勝手に私が作った料理を捨てるとか、おかしいでしょ。別に、カレーくらいで怒るなよ。実家に住まわせてもらってるんだし、母さんの言ってることは絶対だから。どうして、私の言ってることが理解されないのだろう。ここまでエスカレートしているのに、義母の味方になるのはさすがにおかしい。こんな人とずっと生活していれば、次第に耐えられなくなってしまう。そう思っていた次の日だった。ちょっと、なんで冷蔵庫に何も入ってないの？だって昨日、カレーを捨てたじゃないですか。私の作る料理はまずいのかと思いまして。だからって、なんで私のお昼を用意しないの？ふざけないでよ！義母はそう言うと、キッチンから私のことを睨みつけてきた。そのまま文句を言いながら何か作業を始めていたが、勝手に何か作って朝でもお昼でも食べたらいい。そう思いながら仕事に行こうとすると、義母に呼ばれた。めんどくさいな、と思いつつキッチンへ行くと、包丁を熱した状態で立っている義母がいた。熱い！義母は熱がる私を笑っていた。一体何が起きているのかわからなかったが、義母は熱した包丁を私の顔に突き立てたのだ。肌が焼けてしまい、激痛が走る。やばい。このままだと痛みで耐えられない。頭の中は完全にパニックだったが、すぐに冷蔵庫から氷を出して頬を冷やした。そんな状態なのに、私のことを見て腹を抱えながら笑う義母。パニックだった私の頭も、すぐに怒りで満ち溢れてきた。ちょっと、やけどしたじゃないですか。何するんですか？言ってもわからない人間にはお仕置きが必要でしょ？別に死ぬわけじゃないんだからいいじゃない。怒り狂う私を見て、ただただ笑い続ける義母。ふざけるのもいい加減にしろ。あんたにも同じことをやってやろうか。どれだけパニックになり、恐怖を感じるのか。その身をもって思い知ればいいんだ。呆然と立ち尽くす私は、頭の中でそんなことを考えていた。私もいい加減、我慢の限界だ。私はそのまま病院へ向かい、治療をしてもらった。傷跡は一生残るらしく、義母のことを心から恨んだし、この責任は絶対に取ってもらおう、と思っていた矢先。もしもし、母さんが事故に遭った。意識がないらしくて、とにかく病院に来てくれ。今朝は私に熱々の包丁を向けてきたサイコパスが意識不明の重体。当たり前かもしれないが、私には心配する気持ちは一切なかった。義母のことなんて知ったこっちゃない。
せめてこの世から旅立つ前に、私に謝罪をしてほしい、としか感じられなかった。しかし、このままことに何も話をしないまま、夫を無視するわけにもいかないし、私の頬を傷つけたことに対する落とし前は取ってもらう。とりあえず私はタクシーを拾って、義母が搬送された病院へ向かった。するとそこにはすでに意識は回復しており、全身を包帯で巻かれた義母がベッドに横たわっていた。意識不明の重体と聞きましたけど、元気そうですね。はあ？こんな状態を見て元気そうって、人のことバカにするのもいい加減にしなさいよ。心配する気持ちはないの。はあ、別に生きてるんだからいいじゃないですか。いちいちうるさいこと言わなくても。数時間前には包丁を熱々に熱し、私の頬に押し付けるという傷害事件を犯した義母。私はそんな最低なことをされたのに、こうやって様子を見に来てやったんだ。それだけでも感謝してほしいのに、自分が被害者となれば、とことん被害者面するのか。私だって、あんたに突きつけられた頬の傷を理由に、この場でわめいてやりたいというのに、本当に自己中心的で腹が立ってきた。だけど、義母と話を再開する前に、夫が病室へ入ってきた。来てたのか。意識はだいぶ前に戻ったんだけど、先生曰く、これからは車椅子での生活になるみたいなんだ。事故の衝撃で、脊髄が傷ついたらしくて、おそらく回復はできないだろうって。え？これから車椅子生活って、介護が必要になるってこと？そうよ。まあ、命が助かっただけでも幸運だと思わなきゃいけないんだろうけど、普通の生活ができなくなるみたい。マジか。ベッドで横になっているとはいえ、義母の姿を見ればかなりの重体なのはよくわかった。しばらくは入院生活になるだろうが、退院してもまともな生活を送れないのか。かわいそう。こんな義母には同情する。なんて私が感じると思っているのだろうか。そんなわけないだろう。私は心の中で盛大に拍手を送ってやった。人に対して最低なことをしているから、罰が当たったんだ。ざまあ見ろ。その捨てゼルフだけ吐いて、夫とも離婚し、この二人とは縁を切ろう。そう心の中で思っていると、夫はとんでもないことを言い出した。まあ、今回を機に、お前は専業主婦になって母さんの面倒を見ろよ。一人じゃ生活できないから。わかったな。今まで散々私のことをこき使っていたのに、介護まで押し付けるつもりなのか。私のことを見下し、傷害事件まで起こしてきたのに、一体何を考えてるんだ。私の頬にできた大きな傷跡を見ても何も言わない夫。そしてその傷跡をつけた義母も、私に介護してもらうつもり満々。そうか、こんな常識のかけらもない人たちに何かを期待しても無駄なんだ。だったら、私にも考えがある。わかった。なら私がお母さんのことを介護するから、任せて。私はそう言って、義実家に戻った。本来なら、すぐにでも離婚したかったのだが、ちょうどいい。私は義母が退院するまで、義実家でその日を待ち続けた。そして事故から3ヶ月後、義母がようやく退院してきた。もちろん私も病院まで迎えに行き、そのまま義実家へ帰ってきた。よし。なら車椅子から降ろしますね。ちょっと、フローリングに座らせないでよ。え？嫌ですよ。別に死ぬわけじゃないんですから、いちいち文句を言わないでください。私は帰ってきた途端、義母のことを車椅子から降ろして、フローリングに座らせた。そのまま車椅子を片付けて、義母の近くには水を置いてあげ、そのままキッチンへ向かった。夜ご飯の支度をしてリビングに戻ると、そこには半泣きになった義母がこちらを睨みつけていた。あら？トイレに行きたかったんですか？ふざけんじゃないわよ。下半身を自由に動かせないんだから、一人でトイレに行けるわけないでしょ。こっちを見るな！それは失礼。私も介護に関しては初心者なので、何もわかりませんでした。でも、随分と滑稽ですね。これじゃあ一歳児の赤ちゃんと何も変わりませんよ。私がそう嘲笑うと、
義母はさらに顔を真っ赤にして怒っていた。しかし、私がやられたことに比べれば、こんなものは大したことではない。命に関わるわけではないし、こんなことでいちいち文句は言わないでほしい。そんなこんなで、義母が汚した床を掃除しようとすると、夫が帰宅した。義母は夫に泣きながら事情を説明。すると夫が義母と同じように怒ってきた。なんでこんなことするんだよ！ふざけるな！どこまで行っても自分勝手な人間は、自分たちのことしか考えられないんだな。あれからそれなりの月日が経ったのに、夫から頬の怪我について聞かれることもなければ、義母からの謝罪もない。どうして私がやられっぱなしで、二人に尽くさないといけないんだ。この頬の傷、お母さんに熱々に熱した包丁を押し付けられたのよ。それなのに、どうして私が優しく介護なんてしないといけないの？この傷をつけられた時も、死なないんだから問題ないって言われたから、だから私も死なないように、ちゃんと水は置いてあげたし、問題ないでしょ。頬の傷の事件について初めて知った夫は、かなりびっくりしていたが、動揺しているようだった。義母に関しても、この話は事実だから否定することもできず、その場には沈黙が訪れたが、私は話を続けた。まあ、死なない程度に介護はしてあげるけど、それ以外は求めないで。それが嫌なんだったら、あんたとは離婚するから。はあ？私がそう言った瞬間、黙って困惑していた夫は大きな声で反応した。そんなの無理だよ！はあ？離婚するに決まってるでしょ？なんで私が犯罪者のことを親身になって介護しないといけないわけ？犯罪者の母親をかばうマザコン息子のあなたが優しく介護してあげれば。私はあえてニヤニヤしながら見下すような口調でそう言ってやった。するとさらに顔を真っ赤にして夫は怒り出し、やっぱり単細胞みたいなバカなんだな、と私は心の中で笑っていた。離婚なんて無理に決まってるだろう。お前以外に誰が母さんのことを介護するんだよ。だから死なない程度になら介護してあげるけど。でも本当に最低限のことしかしないから。水はあれば生きていけるし、倒れない程度には監視してあげる。私がそう言うと、夫は鼻息を荒くしていたが、反論はできていなかった。私の頬の傷のこともあり、義母は全く言葉を口にしないし、夫も怒るだけで何も言い返せない。義母にとっても、こんな私の介護なんて受け入れられるものじゃないだろうが、夫にとっては、私の介護なしでは生活ができない。だけど、とりあえず二人の共通認識として、今日のような介護は受け入れられないのだろう。なら話は決まり。私は離婚届を置いて、すぐに義実家を後にした。するとその一時間後、夫から電話が来た。もしもし、よかった。出てくれないかと思った。母さんのやってきたこと、謝罪する。謝るから、戻ってきて介護をしてくれないか。は？なんであんたが謝って、あの老害からの謝罪はないわけ？母さんは、お前と話したくないって言うし、でも、お前の助けなしじゃ生活できないんだよ。俺も仕事を辞めるわけにはいかないし、頼む、戻ってきてくれ。あれだけ私に怒鳴ってきた夫が、態度を変えて私に謝罪してくるなんて思ってもいなかった。ただ、謝れば済む話だと思っているのか。そうだとしたら、楽観的にも程がある。私の頬の傷が、こんな謝罪でなかったことになるわけがないだろう。私は何回も言ってるけど、死なない程度の介護しかしない。車椅子生活のストレスの前に、人としてまともに生活できないストレスでおかしくなるんじゃない？それでもいいんだったら、帰ってあげるけど。そんなこと言わないでくれよ。金もないから介護施設に入れることもできないし、介護士も無理なんだ。頼れるのはお前だけだから、許してくれ。最後の最後まで私を頼ろうとしてくるなんて、プライドも常識も何もないんだな。へえ、思ったより大変なんだね。そうなんだよ、だから。まあでも、私には関係ないかな。それと、警察から連絡があると思うから、対応してあげてね。私が警察と言った瞬間、夫は返事をしなくなった。ただでさえ私がいなくなって大変なはずなのに、警察沙汰になるのは夫も困るはず。ただ、傷害事件を起こしたのは義母だし、
このまま黙っているわけにはいかない。頬の火傷を負った時、ちゃんと診断書も書いてもらったから、それが証拠になるし、傷害事件は申告罪じゃないって知ってる？警察から連絡があって、どんな刑罰になるかはわかんないけど。まあ頑張ってね。そんな、警察沙汰になんかしないでくれよ。頼む。それは私が決めることじゃないから。自分の母親のことなんだし、最後まで面倒を見てあげたら。私は、それだけ言って電話を切った。その後も夫からは、しつこいくらい電話があったが、すべて無視してやった。そして私は、義母につけられた傷のことを警察に通報して、すぐに警察から、義実家へ連絡があったそう。近所の人から連絡が来て、その時の様子を教えてもらったが、玄関先で警察の人と口論になって、今では近所中で変な噂になってしまっているそう。だから、私は今まで義母から受けてきたことをすべてばらして、最後の爆弾を爆発させてやった。それから義母は、すぐに警察に捕まり、裁判の結果、執行猶予がついたものの、有罪判決になってしまったそう。まさか、人生で自分が犯罪者になるとは思っていなかっただろうが、最後の最後で人生の汚点を残してしまった義母。まあ、私に言わせてみれば、義母の人生なんてその全てが汚点だけどな。それから犯罪者のレッテルを貼られてしまった義母は、周りからの目線に耐えられずに引っ越しを提案したそう。しかし、元夫は義母の介護をするために仕事を辞めており、現在は少ない貯金を切り崩しながら在宅でできる仕事を掛け持ちでやっている状態。引っ越しの費用なんて用意できるわけもなく、元夫も周りの目線、金銭的な苦しみ、そして介護の疲れに悩まされながら生きているらしい。もちろん義母もそんな生活ではストレスを溜めてしまい、近所の人の話によると、毎日数回は怒鳴り合いの喧嘩が聞こえてくるそう。どんなに仲が悪くなっても、介護の義務は元夫にあるため、義母を捨てることもできず、本当に悲惨な毎日を送っているみたい。ちなみに私は、元夫と離婚した後、遠くに引っ越しをして、完全に二人とは縁が切れている。これからは、今まで無駄にされてきた人生の時間を取り戻すように、楽しんで生活していければと思っている。